コンスタンティノープル条約は1700年7月3日、7月14日にロシアツァーリ国とオスマン帝国との間で調印された条約。この条約によって1686年に始まったロット戦争が終結したイスタンブール条約とも呼ばれる。ツァーリピョートル一世は戦争で占領したアゾフ地域の領有を確定化させて ロシア軍を大北方戦争でのスウェーデンとの戦いに振り向けた。この条約は1711年にスウェーデン王カール12世がオスマン領内に逃げ込んだ結果、オスマン帝国が大北方戦争に参戦して、プルート川の戦いでロシアに勝利したために締結されたプルト条約にとって変わられることになった。ムスタファ2世反オスマン帝国の国家同盟である。 新生同盟の一員として、ロシアは大トルコ戦争における最も東方の戦場に該当するアゾフの地で、その要塞の攻防をめぐって、オスマン帝国と戦っていた。新生同盟のロシア以外の同盟国である、オーストリア・ポーランド・ベネツヤは、戦争目的を十分達成できたとして、完全にロシアの利益を無視して、1699年に、 オスマン帝国のスルタン・ムスタファー2世と和平のためのカルロビッツ条約を締結した。ロシアがドニエプル川下流地域と国会とアゾフ海を結ぶケルツ海峡でまだ遠征中であった1698年に和平のための交渉が始まっていた。サーリピョートル1世はカルロビッツの地で1698年12月25日。この段階では オスマン帝国領内のバルカン半島でのキリスト教徒の保護やロシアの軍事的地位。秋になると、ピョートル一世は、イエメリアン・ウクラインツェフを和平交渉のためにイスタンブールのスルタンの宮廷に派遣した。1699年初秋、ウクラインツェフはロシア軍艦46門の方を装備したフリゲートでアルクレポストに乗って到着した。主なロシアの目的は、 アゾフ遠征で占領したアゾフのロシア領有とロシアの商業船舶の国会の自由航行をオスマン帝国に認めさせることであった。交渉が徐々に進んでいるとき、ピョートル一世は大北方戦争でスウェーデンバルト帝国を攻撃する気が迫っており、ウクラインツェフに早急な和平交渉の打結をせかせ、国会の自由航行の条件を取り下げた。 ピョートル一斉条約は1700年7月3日、7月14日にイスタンブールで締結された。ロシア帝国とオスマン帝国は30年を満了とする停戦に合意した。スルタンはアゾフ要塞の領有とタガンログとパブロフスクとミウスの要塞を新しく建てることを含めてアゾフ地域のロシアの権益を認めた。ロシアはケルチ海峡の要求を取り下げたが、 ジョチジウルスによるモスクワ大公国の占領を以来収め続けていたクリミア半国への毎年の功能から解放された。ドニエプル川に沿った要塞はロシア軍によって取り壊されてからオスマン帝国に返還した。ドニエプル川下流地域とザポロージャ南部とペレコープ地境は非武装地帯とされた。スルタンは敗下の者やクリミアタタール人はロシアを攻撃しないことを明言し、 ロシア側も、ァーリが、廃下の者、ドンコサックザポロージャコサックが、オスマン帝国を攻撃しないことを約束した。ロシアも、オスマン帝国も、国境沿いに要塞を建造しないと約束した。オスマン帝国はまた戦争のロシアの捕虜を解放すると、約束した。スルタンは、さらに、ロシア人の聖地巡礼者とイスタンブールでのロシアの外交施設団のための自由な通行を許可した。 1710年の条約の終了と、その後退劇は大北方戦争の展開が深く関わっており、唐突に条約の終了が始まった。ピョートル一世は、スウェーデンバルト帝国に対して、ザクセン剪定貢献ポーランド国王アウグスト二世、及びデンマークノルウェー国王フレデリク四世と、北方同盟を組んで、自分がイングリア攻撃を担当し、アウグスト二世がリボニアを攻撃、 フレデリク4世がスウェーデンの同盟国のホルシュタインゴットルプを攻撃する役割を担当するという対抗策を計画していた。しかし、ピョートル1世の先制攻撃策はロシアとオスマン帝国の和平が締結された後に攻撃が始まらないといけないという条件がついていた。結果、ロシアの攻撃が予定していた時期より遅れ、ピョートル1世の軍隊がモスクワを出発して、 更新していた頃、デンマークはすでにスウェーデンに敗北してトラベンタール条約を結んで北方同盟から離脱していた。イングリアでロシアの攻撃を迎え撃つことができたスウェーデンはナルバの戦いで約半分ほどの兵力でロシア軍に壊滅的な打撃を与えるほど大変、成功裏にロシア軍を撃退した。オスマン帝国は9年後の1709年にポルタバの戦いで ピョートル一世によって敗北したスウェーデン国王カール12世がオスマン帝国領ベンデルに残ったわずかなスウェーデン兵と共に逃れ野営を張った時に戦争に関わるようになった。これは間に別の対立につながったスルタンアフメト三世とサーリ間の別の対立を招きその対立はオスマン帝国の戦線とロシアのプルート側の戦いで最高潮に達した。 その結果、コンスタンティノープル条約が1711年のプルト条約にとって変わられ、アゾフをスルタンに返還し、タガンログをはじめ国境付近の要塞のすべてを破却し、アドリアノープル条約でロシアとオスマン帝国間の和平が25年間続くように修正された。この後スルタンがピョートル一世に3回も宣戦したにもかかわらず、プルト条約とアドリアノープル条約の間に、 実際の戦闘は発生せず、プルト条約が効果的に大北方戦争でのオスマン帝国の介入を終了させた。AB ロシア古版、トルコ古版の日付の記述による AB アンダーソン、P212ABCDE デイビーズ、P187 ハット ABCDEF トーク、P110ABCDEFG フィリップス、P102 フロスト、P228 トーク、 P110 は歴、グレゴリオ歴、ユリウス歴、ユリウス美などの相互変換を行うウェブツール、カ歴を使用して、ユリウス歴の日付から、グレゴリオ歴の日付を算出するハットデイビーズ、P187 トーク、P110 オリバ、P57 ハット AB フロスト、P228 フロスト、P229 フロスト、P230ABCD フロスト、 P294AB フロスト P295 ありがとうございます。